にとってこの古い大学ノートが僕は気に入った。これに刺激されたという。ということで今日は3時なんで終わりましょう。ちょっと今日はここまでです。しかし今日はちゃんとやりました。もう今からちゃんとやっていきたいと思います。もう読んで理解できるなんて思わない、まあ、思ってもいいですけど。しかしこれを大事にすればいいと言えばいいんですけど、しかしこれを出さないとまた教育者としてあれなんですよね。白い紙いっぱい持ってきて、コーヒーを飲んでませんね、まだ。こういうシステムでやってました。このゴムでくっつけてるんですよ、ここゴムで。この間忘れた傘を噛むこと、そうなんですから、よく見ないから。
で、で、今日は帰りましょう。それが間違いだったかな。僕はノートを全部あげてしまいましたけど、教育の名のもとに英和電機、気持ち英和電機、まあ、あまりローカル的なことはいいという。ああ、疲れます。なんか落ちてますね。コピー機っていうの昔あったんですかね。いつからコピー機はあってした。さあ、今日も何かをもらいましょう。あまり多くはもらわなくていい。ローカル的なことはもう、しかし分解する材料なんかもらえない。やらなくていい。動画に集中します。動画撮影に集中します。今日も面白い動画が撮れたと思います。研究動画、日本と外国に。